入り口床の緑の枠内に席、その他緑の他のお父さん大丈夫です。入場決定表記にお願いします。正月の景気はどうですか？うちはあまり正月に関係ない商売だけど、予想は今が稼ぎ時だね。今ここに来るとき朝市の前通ってきたけど、どこの店も手伝いやとって出面代だけでも緩くなるねさ。最近の正月は贅沢になって、やれ貝なのやれハマグリなのと高いものを揃えるうちが多くなって、何か物言いですよ。ところで旦那のところは正月をしたが済みましたか？うちなんか数のことを持ちぐらいなもんで、大した準備もいらんが、せめて正月くらい子供たちにはうまいものを食わせて、大変うまいものを使い込んだことはできる。しよう。あなた。旭川はもう雪が積もったそうだ。それで私らももう冬支度をしなければと思って、父ちゃんが役場に用事あるっちゅうもんだから、馬車乗せてもらって買い物に来たっちゅうわけさ。そんじゃ冬のものたくさん買い込んでいい正月を迎えるわけだ。いやいや、旦那さんのとこと違ってなかなかいい正月は迎えられないと思う。せめて子供たちにはあったかい着物でも着せたいと思って。父ちゃんと一緒に頑張っ